これ現代剣道の競技規則にも有効な打突のためには正しい姿勢、正しい発字、充実した気合規制を持って打突、決められた打突部位を打突して斬新あるものときちんと歌ってあります。打ちっぱなしにして相手を顧みないようなことであれば取り消し、あるいは打ちっぱなしにして相手を顧みないようであればひどい場合にはそのこと自体が取り消される、重大なペナルティを受けると同時に反則の対象になることすらあります。バスケットボールではどうでしょうね。タッ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 、見事なフォームで入れないとスリーポイントになりませんか。崩れながらでもボールを離したボールがリングをスパッと通過すれば2点、3点。サッカーのシュートにしてもしっかりですね。で、剣道では正しい姿勢で打ち、しかも斬新あるのみ。これ斬新っていうのは目には見えない心がけの問題ですけども、そうでなければそのポイントが取り消されてしまう。そのくらい斬新というもの。